はい、クーです。今日は体幹の横側を攻めるサイドプランクに挑戦です。右肘を肩の真下に置いて、両方の腰骨が同じ平面にあるかどうか確かめてから、足を伸ばして下に来る足の小指付近を軸にして、脇の下にもしっかり力を入れてお尻を上げます。ここで5回深呼吸。頭のてっぺんからかかとまで綺麗な直線を作って、鼻から吸って口から吐く。右肘をかかとに向かって引くように体を支えると安定するよ。首の後ろを長く伸ばして、つむじを壁の方へピーンと伸ばす。次は息を吐いて腰を下ろし、吸って戻す。5回繰り返して、腰は床すれすれにまで落とすと効果的だけど、最初は小さな動きから始めて、腰を真下に下ろして真上に上げるだけ。次は息を吸いながら上の足を腰の高さまで上げます。腰ではなくてお尻の筋肉を使って上げる。長く足を伸ばして、その反対側に頭が伸びる感じ。息を吐きながら足をゆっくり丁寧に下ろす。腰が反らないように、息を吸ってあげて吐いて下ろす。息を吸ってつま先で前の床をトンと叩いて、吐いて後ろの床をトンと叩く。これを5回繰り返す。足を後ろに持っていくときに、お尻が後ろに倒れないように注意。首が疲れて頭が落ちてきたり、肩が上がってきたりしないように、脇の下にしっかり力を入れておいて、両方の腰骨を真正面に向けて、だんだんきつくなってきたけど息を止めないでね。息を吸って腰の高さで膝を曲げて、吐いてキック。腰は曲げずに尾底骨がちゃんとまっすぐ伸びていること。だから膝を無理に胸に持ってくることはないよ。かかとから押して足を伸ばす。疲れてくると腰や下の足が下がってきそうになるけど、踏ん張ろう。上の手を頭の後ろに置いて、体を下向きにひねる。吸ってツイスト、吐いて戻る。ウエストから上半身をひねって、腰から下はまっすぐのまま。後ろの手で頭を無理やり押さないようにね。肩は下げたままにしておいて、5回やったらゆっくり腰を下ろして、疲れたら止めて休憩してもいいし、まだまだいけるっていう人は反対側もすぐやってみよう。左の肘を肩の真下に持ってきて、骨盤の位置を整えて、準備ができたらお尻を上げる。両足を揃えているのがきつかったら、上の足を前の方に持ってきてもいいよ。5回深呼吸をします。後ろに壁があると想像して、かかと、お尻、肩甲骨、後頭部がちゃんと壁についてるかな。余裕がある人は上の手をまっすぐ天井に向かって上げてもいいよ。深くゆっくり呼吸をして、鎖骨をピンと張って胸を開いて、息を吐いて腰を下ろして吸ってあげる。呼吸を使って動きをうまくコントロールしよう。おへそは背骨にくっつけたまま、ポコッと飛び出たりしないように。内ももの筋肉も使って引き上げよう。息を吸って足を長く伸ばしてからお尻の高さに上げる。ウエストも長く伸ばして、支えている方の脇の下をしっかり締めて、お尻が床に落ちてこないようにおへそとお尻をしっかり引き締めて、息を吸ってつま先を前へ、吐いて後ろへ。足は外転させずに、つま先はまっすぐ正面を向いたまま、骨盤がぐらつかないように足の動きをコントロールして、呼吸は止めないでね。首は長く伸ばして、息を吸って膝を体の前で曲げる。吐いて伸ばす。膝を曲げるときに背中が丸まらないように胸をちゃんと開いて、頭が前に落ちてこないように後頭部を後ろにプッシュ。尾骨と頭のてっぺんを反対方向にピーンと伸ばして、次は上半身をツイスト。これが最後のエクササイズだよ、頑張れ。肋骨の下からツイスト。顎を使って頭を動かさないように注意して、ちゃんと呼吸し続けて。最後までお尻を下げない。コアに力を入れて、ゆっくり息を吐いて腰を下ろしたらチャイルズポーズ。ストレッチも忘れないでね。お疲れ。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。